皆さんこんにちは。こんにちは。うさここと南咲です。そして兵藤さやです。おちゃらじ第90回ですね。よろしくお願いします。お願いします。90回だ。90回、やば。あと10回で100回になっちゃいますね。重ねてきましたね。そしてですね、私事ながら本日誕生日です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日この配信されてる7月7日に31歳になりましたので、ぜひコメント欄で祝ってやってください。ハッピーバースデー今回はですね、もうちょうどね、今年半年終わったということで、2021年ね、ここから下半期残り半年をどうやって過ごしていくかっていうのをね、お話ししようと思います。はい。このおちゃらじは毎週水曜夜8時から私のチャンネルと兵藤さやちゃんのチャンネルで交互に配信しています。偶数回は私のチャンネル、奇数回はさやちゃんのチャンネルに配信されますので、ぜひどちらもチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。いや、半年終わっちゃいましたね。終わりましたね。6ヶ月か、ね、あっという間にもう7月に入っちゃって、いや、どうだったこの半年さやちゃん。いや、すごい充実してた、ギュッとしてたけど、まあ早いよね、うん、早いよ ね、 でそして2021年今年ももう残りあと半分なのかっていう風にね、ちょっとこう焦りというか、うん、感じてる方も多いのかなって思ったりします。だってこの間おちゃらじでさ、2021年の抱負喋った気がするんだけど。確かに。ちょうどね、上半期下半期の区切りなので、私たちこのあたりでね、半年に1回の結構がっつりした振り返りとか、こっから半年の目標とかっていうのを立てていたりするんだよね。こう見えてしっかりやってます。ちゃんとやってますよ。まず前提として、半年間をしっかり振り返ってあげることっていうのはめちゃくちゃ大事だよね。大事ですね。もう振り返らないと目標立てちゃダメって言ってもいいと思う。本当にそう、目標を立てる前に一回ちょっと待って振り返って言ったりよね。そうね、そうね。で、私たちはいつもね、ノートを書いていたりして自分の記録っていうのがもう事細かに残されているんですけれども、その記録を見返して、やっぱ半年どうだったか、そしてこの先の半年、なんならもっと先だよね、何年後とかどうなっていたいかっていうのをちゃんと振り返ってから目標を決めていくっていうやり方でやってるね。そうですね、もう本当にこれ全部そうですね。その1年の抱負を決める時もそうだし、この半年の区切りもそうだし、もう毎月の振り返りと目標とかもそうだし、もう過去と未来両方見るっていうのは本当大事ですね。この過去の自分、この半年の自分にもすっごく大事なデータが詰まっていて、こういう時私はこういう気持ちになったとか、こういう時にこういうことを考えてたとか、これが好きだった、これが嫌いだったとか、もう本当にたっぷり残ってるので、よかったらまずね、半年の自分を見返してあげてほしいなと思います。ねえ、そうやって見返してって、やっぱこれ楽しかった、これもっとやりたいっていうのをいっぱい埋めていく先半年にしたいですよね。ねえ、本当にそう、楽しさの種をね、いろいろ拾っていって、それで残りの半年どうやって進んでいくかっていうのを決めていくっていうのは本当最高だよね。うん、もうすごい楽しい、計画立てるの、うん、本当楽しい。そう、目標立てるとかね、なんかプランニングとかって なんだろう、細かく決めるとかも大事だけど、なんか楽しさがまず大事だよね。いや、本当にそう。もうこれどういう単位の目標とかもそうだけど、こう目標未達でした、達成できませんでしたってなる、もうほとんどの場合の要因がそれやりたいことじゃなかったからなんですよ。深いわ。もう本当に望んでいたことではなかったんだよね。ねえ、そうそう、まあ、もちろんね、やってみて気づくとかはね、あると思うので全然いいんですけども、私たちもその繰り返しなんですけどね。本当にだからこそやっぱり振り返ってあげて、そしてその中からワクワクで未来を決めていく。私の前の回の配信88回かな、うん、でも話したんですが、私たちってやっぱ願ったこと、想像したことしか叶っていかないので、だったら楽しいことを叶えていきたいじゃんっていうのはあるよね。本当にまさにね、うさこちゃんチャンネルの前回は10年後の未来の話をしたんですけど、そこからの、まあ、逆算でもあるわけですよね、この先の半年っていうのは。
そうだね、そこから逆算して、じゃあこの直近の半年どうするかっていうのね、うん、私たちは決めていたりするので、ぜひねこの残りの半年を充実させたものにしたいっていう方はね、参考になったらすごい嬉しいなと思います。ちなみにさやちゃん、この残り半年はどういうふうに過ごしたいとかありますか？これめっちゃ個人的なやつを話していい時間？いよいよ私はやっぱ数年前からディズニーが大好きで、あ、最近ね、これ分かる、ちょっとボケてるけど、後ろにねディズニークルーズとかのねグッズ飾ったの。すごい可愛い。ありがとう。そう、自分でインテリアを作った。そう、そのやっぱ好きなディズニーに関する、まあ、こう発信だったりとか、まあ、ひいてはそれに関わるこうお仕事だったりっていうのをやっていきたいなっていうふうにずっと思っていて、まあ、でも今までなかなか他のお仕事とかもたくさんやらせてもらっていて、まあ、そっちこう全力投球を振ることができなかったので、これから2021年の下半期は割とその、まあ、好きなことに全力投球をさらにしていきたいなっていうふうに思ってます。最高や。うさこちゃんはどう？私はですね、いろいろやりたいことはあるんですが、まずお仕事としては、あの次の9月かな、秋に、ライフデザイン講座の4期というね、私の4期目のクラス、継続講座を開講するので、そこに向けて準備を楽しく進めていきたいなと思っています。年に一度ぐらいだよね、うん、今。そうだね、年に1回ちょっとうさこにすごいじっくり会えるチャンスっていうそこで設けておりますので、気になる方はねブログとか見ていただけたらと思います。そうか、年に一度のうさこライブが今年も開催されるわけですね。うさこ のお祭り来ますので。であとはですね、今ちょっとこの辺が物がないんですが、マイホームにね引っ越している、もうこの配信の時には引っ越していますので。あ、そうか、あ、もう片付けたんだね、お引っ越し。そうもう段ボールに入れちゃってます。なのでマイホームのね作っていくところとかっていうのを楽しんでいきたいなっていうのと、残りの半年私ダイエットを挑戦します。そうなんだ。どうやってダイエットするとかあるの？いろいろちょっとまだちゃんとは決めてないんですけど、パーソナルトレーニングをやってみようかなっていうのを思っていますので、すごい、ここで宣言しておきます。30歳私かっこいい。もっと自分の理想に近づいていくために、欲張りに叶えていくために、その辺もね楽しくやっていこうと思いますので、ダイエッターの方一緒に楽しみましょう。いいね、一緒に、いいですね。一緒にやっていきましょう、ね、それ言うと皆さんもねこのお茶ラジ聞いていただいたら、ぜひ一緒にこれから半年のねこと立ててみてもらったら嬉しいですよね。振り返って立ててっていうの ね、もちろんとびきりの、ね、理想で描いて OK ですので、よかったら立てたよっていう方とかもねコメントやメッセージいただけたら嬉しいです。待ってます。待ってます。というわけでお茶ラジも100回に向けてですね、ここからまた楽しく進んでいきますので、お楽しみに。はい、それでは今回もお届けしたのはうさここと南咲と日和田さやでした。ありがとうございました。またね。